はい、どうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。さくらとニコルが控えてる？エアリスいるから引かなくていい？いな、可愛いから取る、ということで回せるだけステップ回していきたいと思います。フィーナくっそ可愛いマジで超タイプなんだけど、マジで可愛いから引きたい、なんとしても、ということで、もう性能云々よりも可愛さが正義ということで回していきたいと思います。いや、なんとかかき集めた2万5000ラピスよ。もうこれ以上は無理だよ、フィーナタン、ということで、とにかく回せるだけステップ回していきましょう。まずはステップ1、回していきましょう。一発目から来てもいいよ、レッツゴーフィーナ、カモンベイビー、ということで、1連目はどうだ ?10 連目は、おう、昇格があるが、あまり期待はできぬあ、フィーナタン、これはいいですね。素晴らしい。フィーナタンと僕の架け橋ができました。ありがとうございます。ということで、20レベル回していきましょう。これはちょっと雲行きが怪しい。マジで。頼むぞ、フィーナタン。さあ、20レベル回していきましょう。来いよ、そろそろ。まあ、そろそろというか、まだ20レベルなんだけど、もうだいぶ回してる気持ちよ。気持ち的には。ほらね、フィーナタンとの絆よ、これが。ビジョンの力。主人公はお呼びでねえって。ちょっと君の相方が欲しいんだ僕は。君じゃないんだよな、せめて。あ、うーん、そのカードはちょっとな、もうダブってんな。主人公か、ちょっと出しゃばってきちゃったか。おっ、主人公と対になるのはもちろんヒロインしかないよね。素晴らしいやばない、この組み合わせよ。ペアで来てくれんの、アベックで参上と。素晴らしい死後を使っていったところで、あなたが戦うなら私も戦うよ、一緒に世界を守ろう、フィーナやべえ、こんな早く出るとは思わなかった。クラウドカードね、これもだいぶ余ってるな。やばくないかこれはさすが主人公と帝王フィーナ来てくれると。いやー、いいね。ラッセルなんかがね、なんか星5のでいいから来てくれてたらめちゃくちゃ良かったけど、ありがとうございます。やばい、マジで、すごいな、6周年めちゃくちゃ相性いいな、僕の端末っていうか。なんだろう、あれかな、優勝ラピスだからか。めちゃくちゃ6周年出てくれるんだけど、めっちゃありがてえ。さあ、無料回していきましょう。無料はまあまあこんなもんだよね。あ、バルフレア、まだ ブレイブシフトできてなかったから、結構これはありがたいですね。さあ、じゃあ回せるとこまで回していきましょう。フィーナ44連目回していきましょう。いいね、だいぶ安定感があるよ。2凸まで行きたいから、あとかけらが100個もらえたとしても、もう1体は出てくれないと、ちょっときついね、運用するには。うーわ、でもほら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 、さっきも来た渚のフィーナ。これはね、いいよ。今んとこね、渚のフィーナが僕とフィーナの駆け足になってくれてるから、次の66連目、嘘、55連目で、きっとまたしてもフィーナが来てくれるはず。ということで、来い、フィーナ、赤。これは怪しい。これは怪しい。やべえ、22連目で止めとけよかった。いや、でもまあ、やるしかねえ。さあ、無料の66連目回していきましょう。頼むよ、赤角。ここで 5% のフィーナを引いてほしい。あ、ちなみにフィーナの確率は 1% でした。さあ、来い、フィーナ。ロックか。ロックね。いいよ、全然嬉しいっちゃ嬉しいんだけど。あ、低音カードが欲しい。おーっと、これは最後の一戦か。何枚目だったかな、確か3枚目ぐらいか。5% は外していったか。厳しいね。ということで、回してもロックでしたと。さあ、回せてあと22連。ステップ8までが限界か。いやー、まあしょうがない。あと2戦、22連。行ってみましょう。頼むよ、フィーナターン。あと1体出てくれないと、2凸まではいけないんだ。フィーナターン、もしくはアクスターが出てくる。ちょ、危ない危ない危ない。ちょ、頼むよ。頼むって。あれ？最初の20連目どうした？マジで。おいおいおい、こんな失速していくのか。さあ、ラスト、88連目？二次格だけど、二次以上か。昇格はない。さあ、赤があってもいいと思うんだが、ルチアーノ、いいよいいよいいよ、もう一個行く？もう一個行こうよ、ルビカンテ。さあ、ラスト、きっと、ティファちゃんが来てくれましたが、やべえ、これマジできつかった。22連で撤退しときゃよかった。
最悪、最悪だよ。あと10連回してえな。どうしよう、追いに行こうか、めちゃくちゃ迷います。皆さんいかがだったでしょうか。皆さんフィーナ引けましたか。いや結構可愛さで引きましたっていう方多かったから、ちょっと僕も可愛さで引きに行きましたけど、いやーちょっと撤退しておくべきだった。もう最悪。こうなんか竜頭ジャビとはまさにこのこと。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それではさよなら。